できない。できた。オムランさんついてる、かわいい、ありがとう。あたつかわいいよ、やった、嬉しい、やっほー、ありがとう、お疲れ様、みんなもお疲れ様、すごい、お疲れ様、ありがとう、やっほー、もう世界一かわいいね、定期ありがとう。今日もツイン、そう今日もツインなんだよ。アンズちゃん、ワイ参上、ヤッホー、ヤッホー、猫娘ヤッホー、みんな昨日のアーカイブ見てたけど、めちゃくちゃ可愛いでしたよかったです。それはなんかこっちだけさ、毛めっちゃ多く取っちゃった、髪の毛、まあいっか。ツインテール、ソーキュート、 Thank you やっほー。あ、ハイスペックズーちゃんですよ、見ましたか皆さん。にじゃないよの動画見てない人見てください。アンズもちゃんとまだ全部見てないんですけど見ます。やっほー、大興奮スペシャル、バタバタでした本当に。昨日は聞いてほしいお疲れ、楽しかったから全然、すごい今となっては良かったな、頑張って良かったなって思えるんですけどね。シンポジオが生まれました、ありがとう。小さなプリンセスで、それあれじゃん、ソフィアじゃん、可愛いすぎて保護しました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ごきげんよう。あざあざ、今日も可愛いね。ありがとうね。昨日のスケブ読めた。うん。いつもの可愛さ2倍。嬉しい。ありがとう、ハート。昨日、ワイの代わりにキョウちゃんよしよししてくれた。はい。そうですありがとうハート。急遽のシンポジ対応できるとか自慢の推しメンすぎて大興奮、大号泣スペシャルです、ありがとう。ヤッホーヤッホーヤッホー、本当にね、昨日はなんかたまたまメンバーほぼ全メンバーと言っていいぐらいいていまして、たまたまね、でまあ、いや、それは別に関係ないんだけど、そうみくるさんが休演になっちゃいますってなって、でそれをあんざ別に聞かされてなくて、なんか騒ぎになってたから、結婚してしようねで、なんかどうしたんですかって言ったら、そういう風になっててみたいな。でももともと安西出る予定だったから、昨日ね、アナさんのポジションで、だからどうしようっていう風になって、そうで、なんかもう全然話が進まなかったから、京香と安西でじゃあみくるさんポジを半分こしてやりますっていうことで、でくるみちゃんは今日 K2 があったから、そうだから前日にやるのはちょっとあれだよねっていうことで、アンズと強化で、アンズが前半やって強化が後半をやるっていう風になって、一緒に2時間でやりました。でもね、強化はそう出たことがないから、まず S にすごい大変だったと思うし、くるみちゃんもね今日 K2 があったりして、本当にアンズができるのは本当にそれだけ、それかなと思って、アンズにできることはということで、アンズと強化でやって、まあ結果的に3人一緒に出ました。そうだったんですよ。
そう、なかなかない体験だったのでね。そう、めちゃめちゃ緊張してた。でも緊張する暇もなかったし、もうでもあのみくるさんがやってるのがみゆさんとかだったから、みゆさんにレッスン上でたくさん教えてもらったりとかしてもらって、そうしてもらってから出発したんで、そうたくさん教えてくれました、みゆさんが、ありがとうございます。前回キュッピーだったけど、あやさんとの動画さっくりなんか言われたりした、してない。確かにこの前はさやさんで、今回はあやさんだから二人に言われちゃうよね。きょうちゃんの頭をポンポンして、どっちが年上かわからんくなった。きょうちゃんもめちゃめちゃ緊張したと思うし、本当にみんな、なんずももっとできたんじゃないかなと思って、ちょっと悔しいところはあるんですけど、でも楽しかったって言って終わりたいので、楽しかったし、まあ、できることは最低限できたなかなって思います。みんながたくさん褒めてくれてすごい良かったし、頑張って良かったなって今思いますね。初めて来れた、嬉しい、ありがとう。ゆけんさん来てくれてありがとうにゃん。ありがとうにゃんって言って、今ず SK48 宇宙域研究生のオムランズです。アンズちゃん毎日可愛いね、ありがとうね。昨日公演入って本当に良かった、お嬉しい、そう言ってもらえて。28日の S 公演女性ペア枠で入る、やった、生誕ティー、おー楽しみ。28は鉄な、頑張る。天海さんの無茶ぶりでよく踊った。できてた、大丈夫だったかな。姫 MC が大変だったね。すでに分かります、分かるんだ。真珠ありがとう。ドシンにもデカピタいただけませんか。いや公園出る人しかダメです。特権ポチリ見やした、嬉しい、いけるかわからないけど絶対来てね。スケブ読んで指ハートしてくれたの可愛くて指ハート止まらんでした、ありがとう。いつもきょうちゃんにメイク道具一式貸してあげたんで、いつかの逆パターン、確かに。アンズが鉄菜のスクランブルの時はきょうちゃんに借りて、昨日はくるみんときょうちゃんに一緒にやって、頑張ろうねって言って、始まる前も3人でねやっていました。なんか3人って結構ねいろいろ出てるから、3人で正規公演に出ることってなかったから、なんかすごい嬉しかったけどすごい緊張した。そうきょうちゃんは、きょうちゃんとくるみんの昨日の顔はアンズのメイク道具で成り立ってるから、アンズメイク。動画見てスペック分かってなくて可愛い。スペックって何、分からないよね。難しいよね。28日の S 公演、28って S か、間違えちゃった、鉄なって言っちゃった今、 S でした、ごめんね。そうだ、久しぶりに会えるのめちゃくちゃ楽しみです、楽しみ。そうです、公演でした。26が鉄菜なんだ、いろいろ出ますね。でも5公演決まってるらしいですから、アンズ決まる、出てる、で出るやつ20 26 28 30 2日の2公演、昼夜公演、5公演出るのでよろしくお願いします。福岡帰って休む間もないですね。いやそんなこともなく、確かに公演たくさん出ましたね。真珠ありがとう。そうみくるさんのところ覚えました、頭だけだけど。すごいね、周りのあの S の方たちにすごいね、あの導いてもらって、本当に本当に感謝です。
こいい、ありがとう。自分でシンポジー立候補したの。そう、なんかもうくるみちゃんが覚えるしかないみたいになってたけど、でも K2 があるから今日くるみちゃんがね、そんな前日にねできるわけないじゃんっていうことで、別にそうくるみちゃんもアンズと一緒でアナウンサーポジができるから、くるみちゃんがじゃあアナウンサーポジに入ってもらってやった方がいいかなと思って、そういう風になっていろいろ複雑なあれだったんですけど、あの皆さん一緒に楽しんでくださって嬉しかったですよ。アロハン、アロハン。こんばんツーちゃん、遊びに来てよ、ありがとうツーちゃん。そうそうそう、まさかのねこんな感じになるとは思わなかったけど、でも本当に、ね、楽しかった。本当に優しくて S のメンバーの方たちが本当にね、ありがとうございます。28日はまたね完璧な感じで出れるといいですね。夏風流行ってるから気をつけないとだね、らしいね。本当に最近メンバー内でも体調不良とかが続出してるらしいので、みんなも気をつけていきましょう。アンドちゃん、キョウちゃん、二人とも成長したね。ありがとうございます。そうそう、K2 もね今日出てたから、そう、ハタゴンさんがね、そうそうそう頑張ってねって言ってジュースをくれたんです、優しい。あ、31日発売のムーブか買った方がいいです、もちろんです。そう、31日発売の 今月号じゃない、次のムーブか、なんと11期6人で取材していただいさせ取材していただいたので、ぜひこのね6人全員でこうやって取り上げていただくことなんてね、本当にありがたいことですよ。本当に絶対に絶対にゲットしてください、本当にお願いします。定点で見てたら赤堀さんが優しかった、そう、君屋さんがねサーフのところとか近くてポジションがすごい教えてくれて、まあね、でもなんかもっとみんなで出動できたらいいんですけどね、そうなれたら一番いいんですけど、昨日初めて S 公演のアンズ見れてマジで似合ってたし好きが増しました、嬉しい、また来てね、また来てねってアンズがいていいことなのかわからないけど、はい。自己紹介のところでキョッピーに手を添えるアンドちゃん、イケメンすぎて。イケメンだった？マジ？アーカイブ見たけど楽しさを伝わってきて、外めっちゃ楽しい顔してた。MC とか自分でも見たことないくらい笑ってた。すごい優しい、皆さん優しくて無意識ににゃんにゃんって言っちゃった。そう、映ったのか、にゃんが映ったのか。よかったよ、ほんと嬉しい、ありがとう。珍しくベタ褒め返信を今日送ったよ、すごい珍しい、ありがとう。いっぱい褒めたからまた東海行くね、嬉しい、褒めたいから嬉しい、優しい、待ってます。ヒナの声アンズスライド見事に決まったね、ほんとありがとう、ありがとうございます。みゆさん、こっちこそありがとうって言ってました、優しい、こちらこそです。お豆取ったよ、嬉しい、やったー、ズメール
けてくれてありがとう。たくさん送れるように頑張るので見てね。そうやらないとね、やっぱ私たちがどうにかどうにかね。アロハンありがとう。アロハンはもうアンズだよねこれ。皆さんこんばんは。こんばんは、久しぶりにS公演申し込んで28日行くね、やった、楽しみ楽しみ、頑張ります。ひなのさんのリクライニング全開の後ろがアンズちゃんだったの本当ですか？そうです。26日の電気劇場見に行くね。おお、やった、嬉しい。そうです、26日 SKE48 電気来てください。公演の後か、公演の後に出ますね。立ち見だったね、 MC MC びっくりしちゃった本当に。先輩たちの悪ノリにはついていけそう？全然全然ついていきますよ。どこへでもついてきますよ。あとでも GA カプセルしたら面白い。 G はちょっと見当たらない。そのそれはね、あのまだ2年目じゃできない。2年目じゃできないかなと思う。昨日9曲後半4曲中作ポジを覚え直したと聞いて、そうなんです。そうくるみちゃんと清子が出演ってなったからね、まさかアンツがねそうなってるとは多分そんなわからないんだろうなと思って。そう正直ね、正直絶対気づかないんだろうなとか思ってたけど、やっぱさすがですね、アンツのファンの方みんなすぐ気づいてくれていたようです。いつもS公演あんまり振りコピしないんだけど、なぜかとか言うと自然と踊ってしまう、嬉しい。じゃあ公演でなんで振り V 送ってください。でも振り V なんか S 公演は振り V じゃなくて、あの普通に DMM の定点覚えたので、皆さんも DMM の定点で覚えてみてください。の目があって最高に幸せでした、やった、嬉しい。でも本当すごかったね、ありがとう。Thank you for your hard work. Thank you. あとはいい声、そうです、そうね、昨日はすごいレアですね。今日お誕生日です、桃井のお祝いありがとう。おお、ゴージャスメールでした、おめでとう。今日誕生日なんだよね、おめでとう、ハッピーバースデー、いい一年にしていきましょう、おめでとう。あさずの横川大岡さんそっくりだよ、そんなわけ。そんなわけそんなわけ、今年の夏は本当に頑張った、頑張ったかな、わかんない、どうだろう。公演投げるのギリギリマンなので9月のは配信後投げるね、忘れないように。ハイビスカスありがとう。26の鉄のトレ引きまして立ち見最高列から守る予定でございます、ありがとうね。アンダー出るのもあともう少し、そうだね、わからないけど、わからないけどね、何も。ログ読んでいっぱい書くことあって大変だけど充実しててよきだね、そうありがたいことに。あのスーパーアイドルだね、嬉しい、ありがとう、結婚してしようね、ありがとう。ズミは無駄活躍だったということで、いや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 
ありがとう真珠、ありがとね。たくさん公演活躍してるあざとファンでいられるのが誇り、これからも応援してるよ、嬉しい、ありがとう。唇噛み締めてて噛み締めてた待ってめっちゃ恥ずかしいんだけど、緊張してるんだなって思いながら見守ってて、ありがとう。なんか共感終わった後言ってたけど、笑えてたんかな自分って二人で言って笑えてたんかな自分たちってって言ってたんですよ。笑えてたんかな、大丈夫かな。三女の手伝いよろしくお願いします。こちらこそ。ブルーベリーの人めっちゃ好き。やっとコロナから回復した、ご飯が美味しい、よかった、そうだったの。おかえりかわいいよ、ありがとう。ブブカ即予約した、嬉しい、めっちゃ。あんなどうしても無理な時は俺を呼んでくれ、フリーレしとくや、ほんとみんないけそう買います、嬉しい。11期で6人でねしかもペアはなんとあずさくでした。あんずとさくら、え、出てたよねペア、これ言っていいことだよねご飯はあずあずたくさん取れ見れたし、チーム S 面かと思うぐらいいいパフォーマンスでね、嬉しいありがとう。ん、待って、11期が表紙の電子版モデルって知ってるの言っていいのこれ。そうなんですよ、11期なんと電子版の表紙です。え、これ言えるの、嬉しい。そうなんですよ、はい、11期なんと電子版の表紙なんです。2回目、やばいでしょ、やばいでしょ、嬉しい。6人で表紙をさせていただきました、嬉しい。今日言えた、言えると思ってなかった。やばいよね普通に。そう、出てるみたいです、電子版ぜひお願いします、ゲットしてください。本当に嬉しい、めっちゃ嬉しい本当に嬉しい、本当に嬉しかったの、びっくりした、それを伝えられた時、へーってすごい嬉しかった、嬉しかった。6人でできてめっちゃ嬉しかったし、びっくりした。たくさんゲットして、あのゲットしたよって報告待ってます、ありがとうバラ。そうなんよ、やばいよねさすがに嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうハート。サーフの波の振り付け地味に好き、ここありがとうハート、わかる、これめっちゃいい。久しぶりです、ここ数ヶ月いろいろ考えて結論は出たから来月のトーク会で話すね、待ってるやん、ありがとうハート。そうやって生きてるアズピーはフォーエバーなんです、そうです。何気遣いランドさん、いやいやいや、ありがとうね、みんな褒めてくれて本当にありがとう。レインボースター、ジーキちゃんたちがなくてはならない存在になってるのが頼もしすぎて嬉しいです、頼っていただきたいですね、頑張りますのでこれからも。以前公演で逆にキョッピに頭がそうね、そうね、鉄なんであったね、一回あったねそれ研究生って本当にすごい存在だなと、ありがとう、劇場支えてくれてありがとう、私たちの仕事なのでね、うん、ありがとうございます。
もしもベタボメメールを送った方がいいのかしら。待ってる、めったに送ってないけど、いや本当に待ってるから褒められて嬉しくない人いないから、ぜひ褒めてください。ズームメールにてお願いします。海外にいるかなかなか会いに行けないけど応援してる、ありがとう。ズメロ、ズメロ多い？みんなからの返信待ってます。28日の S 公演で久々に劇場であざあざに会えます、すごい。28日めちゃめちゃ楽しみ、26も30も2日も楽しみ。テレビでなんちゃらだけのアンズちゃんが昨日も最高でした、ありがとうすごい楽しかったですね。最初から最後までアンズだけ見てたけど感動して泣いちゃった。嬉しい、嬉しいっていうかありがとう。アロハありがとう。字つかめるって本当なの、どういうこと、ゴキブリ、それは無理だけど、あの退治するのは得意ああらららら、握手もツーショットもトークもワントライしちゃってます、さすが全然ワントライと言わずツートライスリートライしちゃってください、ありがとう。レインボースター、宮前さん推しのお知り合いさんがめちゃあんずちゃん褒めてた、嬉しい、ありがとうございます。さらなき初アンダーの前の配信でネコネコ楽しみって書いてたんだけど、え ありがとう、ありがとうね、バラありがとうございます。ニャンズになった初見さんありがとう。アンズさんの笑顔が可愛すぎる、ありがとうネコネコやるかって内緒って、ネコネコのフレートいつのとこだ、ヒラのちょっと出しど真ん中にいて大後半スペシャルだった、そうそう、行きなって言ってくれてありがとうございます、ということで、あそこにあの いさせていただきました。本当に本当にあの本当だったら絶対にもう緊張でどうにもできないっていう感じだったと思うんですけど、優しい先輩方のおかげで最後は楽しく終わることができましたね。うんうん、今だから言える、本当に頑張ってよかったですね しばらく気づかずにくるみん見てたなんて言えない、いや本当にそうだよね、本当だったらね。26日は最前なのでジーヤと呼んでくださいそうなんだ、すごい、クラミサマーと連番でトレンド入りしてた、そうみたい、めっちゃ嬉しかった、並んでんのやばいよね、嬉しい。なんでクラミサマーとアンズそんな同じレベルじゃないじゃん存在が青春グローイング好き、わかる、青春グローイン、ミヤグリーンカップやん、その言い方いいよね。そう、定点で覚えた、 S 公演は。定点でどうやって覚えるの、そう、見たものと逆をやるそれでやります。S 公演って踊りたくなる曲多い、わかる、もうね、もうあの振り入れとかする前から結構振りしてたりとかして、楽しい、みんなも楽しめるような素晴らしい公演です、ぜひCMS の人みたいになってる、結婚してしようね、アンズちゃんへ、今日も人類一かわいいね、私よりありがとう誕生日おめでとう、おめでとう、おめでとう。いちごアイスからカラメルプリン味、え絶対美味しいじゃんおめでとう、レインボースターありがとう。
全然見れてない間にあざあざが進化しまくっててびっくりしてアロハアロハヤッホー、あざあざお見送りの時も全力で本当にすごいなっていつも感心してます。本当全力伝わるんだ見送りめっちゃ楽しい、ありがとういつもお疲れ様とか言ってくれて。みんな28日はあざあざ振りに行くよ、やった。紫3本持てるかな、無理しないでね生マチメスの先輩とのツーショットたくさん保存しました、ありがとうございます。最高のやつでめっちゃ慎重に言っててくさそう、気をつけないと。 MC は謙虚じゃなくてもいいや、そんなそんなってなったかな、ちょっとそうね、謙虚じゃなくいきたいと思います。お祝いありがとう、やだ泣いちゃう泣かないで、これからもしずちゃんです、ありがとう、おめでとう本当に。初見さんこんばんは、こんばんは、 SK48 11期研究生のオムランズです、よかったらフォローしていってね。自分の締めすぎよ、生まれてきてくれてありがとう規模でか、本当に規模でかいのよ。昨日リアタイできなかったからアーカイブで今見てる、ありがとうね。公式インスタのストーリーが面白かった、あのずーちゃんときょうちゃん中心に、あーあれそう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 面白かったでしょ。こんばんは、やっほーん、最高にいい笑顔だったよ自分何もしてないのにあんずちゃんのファンだというだけでなんだか自慢できる、みんなのね応援のおかげですよ、いつものありがとうねー。もしかしてブブカ電子版の表紙とかあるのかなとか言ってたそうなんですよカメラのアピールも可愛い顔でできてて嬉しい、やっと、あバラありがとう、そう、それを目標にしてたからね、嬉しい。一曲目で一緒にいた時にうーんって口してたよ確かにずっとこんな顔だったありがとうハート、あんず笑えてた、よかった、笑えてたならよかった、ありがとうハート、サイリウムありがとう、S の衣装全部似合ってて、あざあざ可愛かった、嬉しい、ありがとう、昨日劇場で見ました、輝いてました、ありがとう、優しい。最近モバメの返信サボってるので、たまには返信せサボらないで時間がない時出る時ストレッチからの体感もケツメンバーと一緒にやるの、そうです、一緒にしてますよ、そうです、ペアはあざさくと、リーナとゆねちゃんとキュピクル、え、やばいよね、ほらみんなも喜んでくれてる、嬉しい、あんずも嬉しいトロピカルジュースありがとう、電子版買うつもりだったから嬉しい、え、すごい、ありがとうハート、ありがとうハート、ありがとうハート、え、もしかしてこれついけないこと怖い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 、え、怖い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 、まあでも言っちゃったものはもうしょうがないよね、だってもうどうにもできないし、もうしいらない、そうペアでのあれなので、ぜひありがとうハート、嬉しいんですけど本当にありがとうございます、ありがとうハート今日も出せない、もう知らない知らないよ、みんながゲットしてくれれば全部いい話だから、みんながたくさんゲットしてくれたらいい話ですから、これはね、はい、お願いしますということで、皆さん絶対に絶対にゲットしてください、みんなに知れ渡った方がそれももちろんいいに決まってるもんね、うん、
エス公園誰の衣装着てるのかな。アナさんのですよ基本は。昨日はみくるさんの着たりして、昨日私の隣に座ってた友達の妹が朝ずっと帰ってずっと言ってた、お見送りでも言ってたで、嬉しいや嬉しい、朝ずも嬉しい、朝ずが嬉しいよ、ありがとう。まあ、平良翼さんソロ歌唱の後の後ろの人たちクロスしてのパタパタ、クロスしてのパタパタあ、分かった、これだこれだありがとうバラ、ありがとうね、嬉しいで褒めみやす、待ってみやす、ありがとうレインボースター、ありがとうね。夏風邪なかなか治りません、アンズパワーください、パワー治りますように。なかなか治らないのか、本当に治るといいね。退治できるのすごいのかな、得意だよ退治するの。カメムシはもう手でつまんだ方が早いですから。先輩と写真撮るときあずから撮ろうというの、そう撮ってくださいって言います。バレエやってたの、やってない、 やってなかったですルカさんとアンドちゃんどちらもストレートで少し見間違えてしまった、嬉しい、ルカさんと見間違えられるの、そんな嬉しいこと、ありがとう。うん、そう、クロミさんと連番、あとあとの好きなちいかわのキャラはラッコさんです。そうね、定時の思いのは確かに難しい。うん、山口大学院も味出たの知ってる、やばいよね、まだゲットしてないんです、食べたいんですけどね。今のアンドちゃんには武器がたくさんあって、本当 SKE には必要不可欠な存在だね、ありがとうありがとうね昨日ずっと振りコピしてたから帰ってから秒で寝てしまった、よかった眠りにつけてすぐありがとうハート、みんなもたくさん踊ってくださいこれからもニヤニヤしすぎていつもお見送りそのまま通り過ぎちゃう、いいよ可愛いから、ありがとうハート、ありがとう、目が乾燥する、え、アンズさん本当にこれ言ってよかったんだかちょっとわからないけど、え、わからないじゃあみんな内緒ね、ここだけの話ってことでよろしくお願いします、あざあざのため地下労働はさせないよ、研究じゃなくズーズーしくてズーちゃんだけにやだなんでコメント早すぎてすごすぎる、あまりコメントしない方がいいかなって最近思って、いやそんなことないよ嬉しい、だけど全部完璧に読めるわけではないのでそこは分かってほしいなっていう感じです。こんな顔が面白すぎてくさ笑わないでよ、真珠ありがとう、何のタピオカなんだろう、え、わかんない、名前なんだろう、わかんないその顔のスクショタイム欲しいよね、昨日はうちやとサイリウムだよ、見えた、ありがとう、
そういえば朝の生誕かと思えるくらいアップの時間が長い時間、待ってそれ知ってる絶対まださんざアーカイブとか見てないけど分かる気がする、絶対さ、いつだったかな、待って忘れたけど、でもすごいスイッチングのカメラがこっち向いてるなって思ってた瞬間があったんよ、見てないけど、モモメ読むの返信読むの大変かと思って返信ためらってます、全然嬉しいよ、何作なら冊子ないっぱい買ってくださいシンプルにいっぱいゲットしてください、あ、なんか言う5月は夜公演遅刻してごめんなさいでした、あ、全然いいよドペルネオさん以来のあずさく、そうです、あずさくなんですよ、情報出てないけど似合わせついて出てたケースる、まあ大丈夫っしょ、ほんとマジで秘密ねマジでアンドのせいになっちゃう、まあ自分が悪い C いらない、結婚してしようね、ありがとう、電子版でもこちらでも、はい、先日時間がない声のアザーズ見に行ったけど違和感なくパフォーマンスできて嬉しかった、ありがとう、突然ポジティブ思考、もうこれはねもう時は戻せないからありがとう、結婚してしようね、何をゲットするの、え、ブブカです、シンポジかっこよかった、ありがとう、アズのヘアキナウリが日本一可愛いんよな、ありがとう、可愛いならいっかいっか、もうじゃあみんなよろしく、ブブカ絶対ゲットしてありがとう、だるま、ありがとう、だるまありがとうね、だるま祭り大好きなアナさんとアザズが同じ衣装着てるなんて嬉しすぎる、嬉しい、ありがとうね、これからも着させていただきます、エスコアみたいなアンズから旅立つ準備しなきゃって思いました、どういうことえ、どういうことやだ、アザズの書類見てるだけで癒される、ありがとう、今日はどんな可愛い服ですか、見て可愛くない、可愛い服着てます、え、待って違ったりする、サマーツアークジのメッセージ長文になると思うのに引かないでください、引きません引きませんから、ありがとうハート、私に退治されたらいいんだ、退治していいんだありがとうハート、昨日カオスの MC も頑張ってた本当楽しかった、ありがとうハート、カメムシ手臭くなるから触りたくない、潰したらやばい、そうだからもうつまんでビッて出した方がね早いんだよ、エスコアン押し入れアナちゃんのスクショの方がたくさんだったよ、それくらい良かった、ありがとうございますお見送りまたアンズしか言えなかった、嬉しい嬉しい、ありがとう、ありがとうハート、かわいいよ、ありがとうございます、ココナッツミルクありがとう、だるまもありがとう、クマ
ありがとう。だるまもありがとね。だるまありがとう。デジタルくまちゃんありがとう。26の問い当たる気がしないのでパワーください。せーの、パワーなりますように。ありがとうだるま。あざあざ、体感がいいからパフォーマンスが映えます、映えますね。ありがとうございます。だるまありがとう。花束ありがとう。今日はねたくさん褒められちゃって嬉しいですね。ありがとう。バラありがとうね。学校さんメモメモ8割じゃなかった。なんか8割に似てるって言われるだけでなぜかわからないんだけど、だけどラッコさん推しです。私は今日もねラッコさんのねグッズをねいっぱい見てたんですけど、でも登場率が低いの。あんずが欲しいデザインのものにラッコさんがなくてちょっと悔しいので、ぜひラッコさんお願いします。ありがとう。かわいいよ。ありがとうございます。なぎさのイメージ頭から離れません。おお、わかります。いい曲だよね。うん、ありがとう。ラブレター、ありがとうね。ありがとう、ずーちゃん。ありがとう、ラブレター。アロハ、ありがとう。アザーズ、見て心がいつも踊ってます。おぉ。熟睡するとそのまま起きれない自信あります。確かに。ありがとう、ハート。今、9月9日、9日の幕張トークへ少しだけど追加しました。よろしくお願いします。嬉しい。拍手ありがとう。あんずっと話し合えてね思ってるその気持ちがとても嬉しいです。ありがとう。会える日楽しみにしてるね。ありがとう。バラありがとう。ショールーム回っていつもまず最初にやることは写真を撮る。いっぱい撮ってから何するんだろう。みんなのツイートとか見ます。みんながねアンズのスクショとかをね上げてくれて嬉しいことにそれを見てますよ。ありがとう。感想をするなジーヤに目薬させてもらった。ジーヤ、アンズのジーヤどこ。アンズちゃんの自分へのご褒美ありますか。ね、今すごく欲しいものがありまして、それを、まあ、近々ねそのそれをねゲットしに行けるっていうのが今のモチベです。ありがとう。小判ありがとうね。真珠ありがとう。昨日の公演であざあざを目で追ってしまいました。嬉しい。ありがとう。頑張る。これからも。切なしか当たらない身になってしまい、好きになっちゃったら見れない。切な当たるのもすごいいいことだ。おすすめのあずかつは、おすすめのあずかつ。劇場に行く。そして紫3本振って応援してくれたら嬉しいね。そのあずかつはとても嬉しい。それもそうだし。なんかあんずが食べてるものとかを真似してね食べてくれたりとかしてるにゃんず見ると可愛いなって思います。お腹から急にスンって真顔に戻るのおもろい。おみおくりでいちずーちゃんお疲れしか言えない、ずーちゃんお疲れしか言えなくて泣かないで。カメラマンさんあざ同士なわけ。なんかの曲終わりで。ありがとう。だるまありがとう。なに。ありがとうだるま。昨日ゆきのさん、そう知ってる、ゆきのさんいました、見ました。はい、たくさん目あった気がしてます。アンズは気がしてるだけ。嬉しかった。ありがとうだるま。
全然いいよ言いながらグーが出てるんだよ。結婚したいしようね。もうすぐ誕生日ですね。そうです。ありがとうね。レインボースターありがとう。ハートありがとう。ウェブ部かウェブ全部情報出てるから大丈夫だよ。よかったね、本当にね、本当にね、本当に本当にさ、今ホッとしてる。ありがとうハート。配信ではほぼ初めまして、ありがとうございます。ありがとうハート。え、52分？早っ。早すぎ。ありがとうハート。本当によかった。怒られるところだった。よかった。本当に信じていい？嫌なこと信じていい？え、本当に怒られない？怒られない？大丈夫？電子版がおすすめですかね。そうですね、私たちの表紙だからお願いします。え、本当にセーフ、嬉しい。よかった。前お寿司食べに行った時、あ、それ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 です。急にどんどんと言い始めた。お、8月の生誕のくじ内容見て、来月のあのちゃんの生誕くじ楽しみになりました。待って、そう、生誕くじも本当に楽しみにしててね。お願いします。ありがとうハート。待って、ということはもうやばい時間が。ありがとうハート。わかる、ラクさんレアで悔しいね。レアだよね。レインボーさんありがとう。あのちゃんバレエやってたっけ？やったことないの、本当に。じゃあ似てるのはどうにでもなれってとか、そう、アズッピーの口癖はどうにでもなれです。毎日多分会うとき絶対言ってる、どうにでもなれって。じゃあ冷静でやばい、冷静じゃないな、アンズ。ラッコさん恋愛キャラ、そう、レアキャラだから可愛くて好き。え、やばいよね、時間早いんですよ。早い。ありがとうハート、ありがとう。なんでの番組です。すごいいっぱい登場人物、ありがとうハート。やばい？もしかして、そう、モチベゲットしに行く。そう、預かってしてますね、みんな。結婚してしようね。実はめっちゃ焦ってた。え、よかった、本当に怒られなくてよかった、セーフ。やっぱどうにでもなるんだよ。やっぱそういうことで、どうにでもなれって言ってたらどうにでもなったわ。平均台で回ってたのゼロポジ、そう、見てくれたの、ありがとうハート。じゃあ読みます、誕生。13位は黒猫の方、ありがとうございます、ありがとう。12位は赤髪のアバターの方、ありがとうございます、ありがとう。11位は寝てなすの方、ありがとうございます、ありがとう。10位はピンクの猫ちゃんの方、ありがとうございます、ありがとう。9位はお散歩中のアバターの方、ありがとうございます、ありがとう。私さすまた似合いそう、おもろい。それはちょっとわかる。8位はアンズナバター女の子バージョンの方、ありがとうございます、ありがとう。
7位はピンクの宇宙船の方、ありがとうございます、ありがとう。6位はおかっぱのアバターの方、ありがとうございます、ありがとう。5位はトゲトゲの方、ありがとうございます、ありがとう。4位は緑のオーラの方の人、ありがとうございます、ありがとう。3位はマイメロのアバターの方、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。2位は歌舞伎の方、ありがとうございます、ありがとう。1位はアンドのアバター、男の子バージョンの方、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。すがしあずね、メールは多い、あずあず本当嬉しい、返信とかもねたくさんしてくれてありがとう、みんなこそね、忙しいのにいつもありがとうね。そういうちょっと適当なところも大好きやね、ありがとう。どうにでもなるから、みんな本当にどうにか生きていこう、一緒に頑張ろう。ブーカウェブの情報確認してきました、分からなくてよかったね、ありがとう、もうニコニコ。ありがとうございました、ありがとうございます。さすまた似合いそう、初めて聞いた、嬉しい。でもさすまた似合いそうって言われるの嬉しい。どういうこと、たくさんコメント読んでくれてありがとう、こちらこそありがとう。たくさんさすまたドンキで言ってたよ、マジ。それガチのさすまたでしょ、だって。うさぎの武器いいよね、あれ。ゆっくり休んでください、ありがとう、みんなたくさん褒めてくれて。あ、スクショタイム、せーの、はい、チーズ、うんうんうん、はい、ありがとうございます。あずかつしたいから毎日公園出て、出たいよ。みんなトーク会とか、ツーショット会にも来てください。それもあずかつか。トーク会や、劇場、そして、イベントにもたくさん来て、あずかつしてください。オッケー？めめタイムでした。ありがとうございます。たくさん来て、お話ししてくれたら嬉しいです。今日はたくさん褒めてくれてありがとう。明日もね頑張りたいと思います。明日もね、早いので起きるのは、頑張るね、早く寝ること。